回もだいぶあのいい機会になってきてますよね、マッサージ。今日ハンドマッサージは初めて。去年に続いて2回目です。2回目、はい、どうですか、去年受けた時と今年受けた感じって違います？いや、1年ぶりですので新鮮です。新鮮です。じゃあこの1年間ずっとハンドマッサージはされなかったんだ。機会がなかったですね。意外とそうですよ。なかなか機会がないですね。ないですよね、日常生活では。でもすごく気持ちいいですよね。いいですよね、うん、こう右と左と両方やってもらって、うん、なんとなくこうもう今日仕事ですかみたいな。リラックスできますよね。なりますよね、うん、これってあの覚えるの、なんか習うんですか？あの先輩に教えてもらいましたね。一人一人に。あとはまあ私たち助産師でこうもうマッサージは日常茶飯事なので。そうですね、出産前の方、陣痛中の方にはもう腰マッサージしたり、うん、全身、腰とか背中とか骨盤の周りとか、あの足とかもうひたすら陣痛中マッサージしたり、あとは産後の方にも産後2日目に背中と首と肩と頭のあたりのマッサージをしてるんですけど、それでおっぱいがよく出るようにって。そう、それはあの先輩から教えてもらって。でもそれって結構なんていうかな、人って緊張するとこういろんなとこが硬くなってくるわ。そうなんですよ、やっぱり陣痛来てる時ってやっぱ痛くてどうしてもこうってなっちゃうので、それをまあ触れてあげたり声をかけてあげたり、あとは手で触ってとか温まってきますよね。で温かくなってリラックスできるような、そう、そういういろんな効果があって、でやっぱりこう緊張してるままだとお産もなかなか進まなかったりする。であの少し声をかけたりマッサージをしたりして、まあ、力を抜いてでリラックスして陣痛をこう乗り越えていけるようにお手伝いしてる。あ、でもそれってすごい話だよね。こう初めて誰でも緊張してますよね。そうですね、やっぱり痛いですし怖いですから。で、ね、で声かけても声で頭で分かるのと、うん、体感じるのって、そうですね、やっぱり触れてあげると全然違いますね。で触れたところってちょっとあここに力が入ってたんだなってご自身でも多分分かると思うん で、ね、力が抜けたりするんですよね。じゃあもう普段のやっぱりあの助産師の方の仕事のもう一つの、うん、そうですね、はい、私たちが普段ご飯を食べてる以上によくやってることだと思います。なるほど、わかりました、納得です。陣痛は、ね、痛み止めとかを使って、うん、あのするものじゃないのでお産って、はい、で自然な、普通痛かったで頭痛かったら頭痛薬飲んだり普通にするじゃないですか、うん、でもやっぱりお産ってそういう痛み止めとか薬の力に頼らずに、うん、あの手で触れたりとかあの声をかけたりとか、そういうところで痛みをなるべく和らげて乗り越えていくというものなので、すごいまあ原始的といったら原始的なので、でも基本的なことですごく、はい、そういうお仕事なんです、助産師っていうのは。よくわかりました。よくわかりました。ガッテンガッテンみたいな世界。